国際情報学でですね、どうしてこう設立というふうなですね、運びになったかという背景についてなんですけれども、はい、近年の情報技術の発展ですとか、はい、社会のグローバル化ですとか、そういったことについてちょっとグローバル化。今まで日本の産業ってものづくりにはすごく力量をリソースを突っ込んできましたけれども、ルールのところは誰かが決めてくれたルールで動いてる。そうするとこうルール変えられちゃったりするとこういきなり競争力が落ちてしまったりとか、今 のグローバルな競争環境の中では、ルール作る側に回っていかないとなかなか競争力ってこう維持できていかないんじゃないのかな。そういう意味では情報のことが分かる、ルールのことが分かる、それから、国際社会と契約を結んだりする時の交渉術、その辺のことがきちんと分かって社会に出ていく、関わっていく学生さんを育てることができればすごくいいんじゃないかなって、この学部に対してはすごく期待して、作っているところです。今のお話を踏まえて、どういうふうにこう時代が変わっていたか、それぞれの業界に即してですね、コメントいただければと思うんですけど、吉田さんいかがでしょうか。例えばですけど、ファイナルファンタジー14という、ゲームは世界中でサービスを運用しているので、このコンテンツのこの表現はこの国ではダメなんじゃないの、思わんところから矢が飛んできちゃう、言われたりすることもある。でもじゃあ作る側がそう各国の法律照らし合わせて全部を調べて作るなんて絶対にできないので、これは大丈夫、これはリスクがあるけど僕らが戦うからどうぞやっちゃってくださいって言ってくれる人がいないと、今結構そのグローバル全体にサービスを提供しようとするとしんどくなってきてるというのは事実。どうでしょう、アニメーションの業界でいうとどんなことが起きてるんでしょうか。国内マーケットだけじゃもう本当いわゆる円盤と言われてる DVD ブルーレイとかがもうすごいほぼ売れなくなってきちゃってる時代なんで、じゃあ国内じゃなくてもじゃあ海外に視野を向けるとやっぱり配信だったりがメインになってますね。黒船って言われてる配信業者がかなりの資本をバンって入れてくれてるんですけど、でいろんな会社もバンバン立ち上がって、そうするとアニメーターのやっぱ数だったりとかってもう本当限られていて、時間かけて何年もかけてアニメーターって育成していくんですけど、そもそも足りなくなっちゃって、だから最近もとそのテレビシリーズの何話が落ちました、また再放送ですかみたいな感じになっちゃってるのがすごく問題になっていて、ルール作りの部分ですとか、はい、他の国の文化のこととか分かってないとそもそも交渉事ですとかビジネスがうまくまんないっていうのは、もう IT 業界特に多国籍企業中心にずっと言われていたので、はい、今回そこをサポートするような学部が作れた、リリースできたっていうのはすごくいいことなんじゃないかなって思ってます。なるほど。ゲーム業界ですね、10年20年でどういった変化が起きてきたのか、どんな課題が見えてきたのかっていうふうなことをちょっとご紹介いただければと思うんですけど、例えばタイトル1個決めるのも、今もう日本だけの商標調査とじゃ全然ダメで、なるほど。で仮に海外で何か類似があって抵触した場合、はい、発表した直後にこのタイトルを使いたいなら、はい、いくら払ってくださいとか、なるほど。でちょっとでもリスクがあるってなった場合に追加調査をするのか、なるほど、諦めて別のタイトルを作るのか、本当は部門にその専任者がいた方がいいんだろうなって思うぐらい、今ものすごい重要になってきてるかなとは思います。なるほど。今特に大きいのだと LGBT に関しては世界中でやっぱり価値観が変わってきているので、日本の古い価値観とか、あとその宗教上の価値観っていうのを持ち込んだ時、スクエアエニックスはそういう主張をしているっていうふうに取られてしまう。そうですよね。これはものすごく今その世界で何が起きてるかをちゃんと勉強しておかなきゃいけないですし、みんながどう思っているかっていうのも同時に知っておいた上で、自分が作っているゲームや作品の中でどうそれを取り扱うか表現するか、ここはものすごい重要。なるほど。映像もすごく作りづらい時代になってるなと思って、でやっぱそのじゃあその全世界マーケットにして、なんか誰でも楽しめる映像ってそんなんないだろうって結論でしょ。やっぱり何かしら配慮しないといけなかったり、何かをテーマにしたらそれ以外のものが除外される領域が出てしまうので、どうしてもだから基本的には僕がやるときは何かをやるっていうやっぱテーマを決めて、それをとりあえずやると、忘れるっていう、ターゲットを絞ってやっていくっていうような
まあ、映像的にはやり方になってるか、ゲームもそうだと思うんですけど、かなりあのジャンル分けっていうのがされて、いろんなコンテンツを作ることでみんなを満足させるっていうような方向になっているのかなっていうのは感じてますね。なるほど。吉田さん的にどんな人材が今後欲しいなっていう。スクエアニクスってちょっと変わった会社で、ホームの方たちってスクエニが好きで働いてるんですか、さっていう方が変わったすごい多いので、やっぱりその厳しい面と、なんとかなんないですかねって言うと、うんって言いながら、それは素晴らしいですよね。一緒にやっぱり知恵を絞ってくれる、うん、あの方っていうのはいて、まあ、よくそのこうお説教をされながらも、仕方ないね、じゃあここはなんとかならないかをもう一段ひねってみるねって言ってくれる人たちがいる会社でもある。これはやっちゃダメ、あれはやっちゃダメって言われるのはすごく辛くて、そうじゃなくてここにはリスクがあるけど、こうしたらパスできると思うよ、ここはグレーかもしれないけど、ここをカウンターすればきっと戦っていけるからやっていきましょうとか、そこを一緒にやっぱり作ってくれる、そのマネジメントしてくれる、まあそういう人がいてくれると何よりやっぱり心強いし、スタッフって思えると思うんですよ。きっとすごい楽しいと思うんですよ、自分にその法律を知ってる、世界を知ってる、ルールを知ってるっていう武器がありながら、作りたいって言ってる人たちをどうやってこう上に上げていくかみたいなところは、今までなんだろう、明確に職種としてというか業種としてはなかったと思うんですけど、なるほど、すごい今必要だと思ってる部分なので。なるほど。例えばですけど、今回のその対談を見てそれを志してきましたっていうふうに、まあ、例えば4年後とか5年後とかに、面接に来てもらえるとすごい嬉しいです。結構そのアニメーションの業界というか、まあ、僕はそのいわゆるプロデューサーとか制作の方なんですけど、まあ、基本スペシャリストではないんですよ。いや、ドラクエとかで勇者的な立ち位置で、あの魔法のスペシャリストでもないし、回復系のスペシャルでもないし、めちゃくちゃ戦闘が得意かではない。でも大体みんなのことは理解してるよと。やっぱり専門用語とかがすごくスペシャリストって持ってるんで、それぞれそれとの対等に話し合える言語っていうか知識とかがないと、なんだろう、モンスター扱いになれないっていうか、まあまあ、要はスペシャリストってモンスターなんですよね。それをいかに扱えるのかっていう、いかに対等に会話ができるのかっていう人が、求めています。ほとんどの人が何やりたいかってまだ決まってないと思うんですよ、今大学を。そのどちらかというと大学のために多分勉強、受験勉強されていて、まあ、入ってからかなって。だからなんだろう、楽しいと思えることを見つけられるそうな場所へ行ってほしいなと思っていて、だからもう本当パンフレットとか今回の記事とか読んで面白そうと思ったらやってみてもらいたいと思いますし、直感的にで今道を変えることって昔は難しかったし、ある意味ちょっと悪いことって言われてた時代かもしれないですけど、今道を変えることってすごくいいことだと思ってるんですよ、合うものを探すっていうことだと。だから面白そうかどうかっていうのでもう決めてもらっちゃっていいのかな。何に自分がモチベーションが上がるっていうか、何で気分が上がる、そしたらもう時間も忘れてそれだけやっちゃえるようなものにいかに出会えるのか、それは何であってもいいと思うし、それぞれ違うと思うんで、それを何か一つでもいいから見つけて、それに特化して、そしたらそれが勝手にあのご飯を食べれるようなものになるんじゃないかなと思いますね。あの今の学生さんすごい間違いたがらないんですよ。これから AI みたいなものが出てくる中で、失敗できる人ってすごく大事だと思うんですよね。だって多分就職失敗して単年度離職しないマッチング考えるとかだったら、自分で選ぶよりも AI に任せちゃった方が多分いいんですけど、それをこう決めてもらっちゃっていいんですか。間違い、自分で決めて間違える自由って多分人間に残されてるすごくコアな部分の力っていうか権利なので、間違えられる人、間違いを厭わない人を育てていきたいし、それを許容するような学部にしたいなと思ってます。